いやそれにしても、うん、オリンピックは感動した ね。確かに感動をいただきました。特に印象に残ってるのが、うん、水泳の松田選手のインタビューね。あれね、康介さんを手ぶらで帰らせるわけにはいかない。いやあれは感動したな。北島康介選手も嬉しかったやろな。ほんまやで、もうちょっとで手ぶらで帰るとこやったもんな。いやその手ぶらちゃうねん。どこの世界でメダル取れへんで手ぶらで帰国する選手がおんねん。えそんな成田空港でみんなびっくりすんねん。水泳選手みんな手ぶらで帰ってきたら。確かに。いや確かにちゃうって。それにしてもオリンピックといえばさ、やっぱいろいろ名言があるよな。あそれこそ北島選手の名言があるやんか。そうやん、あれあれ超日持ちいい。気持ちやん。なんで日持ちの良さアピールすんねん。カレーやシチューは超日持ちいい。何の話やねん。オリンピックで金メダル取った選手のセリフちゃうやん。確かに。いやでもアイナも一回でいいからオリンピックでインタビューされてみたいわ。おお、ええやん。何の競技がええの？やっぱ水泳かな。福本選手、今のお気持ちは？いや自分で自分を褒めてあげたいです。え、どの辺を？どの辺をって、この結果が出せたことです。いやこの結果ってドーピングで失格ですよ。いや恥ずかしいわ。ドーピングで自分で自分を褒めてあげたいって何やねん。金メダル福本選手、金メダルおめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは？超気持ちいい。どのあたりで金メダルを確信しましたか？いや最後の最後まで分かりませんでした。え、決勝は福本選手以外の選手がみんな体調不良で棄権されましたね。いやどんな状況やねん。決勝私一人で泳いでるやん。しかも超気持ちいいって言うてもってるやん。日本中が半笑いで見てましたよ。いややめろや。なんで一生懸命泳いでる選手見て半笑いやねん。片乳が出てました。いや恥ずかしいやろ。私片乳出たまま一人で決勝出て、しかも超気持ちいいって言うてた。ただの変態やん。予選から出てましたよ。いやアホすぎるやろ。やっぱ教えてあげてよ。今も出てますよ。アホすぎるやろ。手ぶらで帰りましょう。いや服着るわ、もうええわ。どうもありがとうございました。まあいい感じの漫才やったな。よかったで。衣装着てくれてありがとう。